まあ、見れるときにちょっと見れる分だけですけども見てます。なんか社会側を知るってどういうこと？社会が国語顔があるってこと？数学顔があるってこと？ん？お、ノアとリュウタマ見てんだ。ウィー、おつ。理系大学生顔バチバチの文系じゃん俺は。バチバチの文系よ俺。もうゴリのゴリのゴリゴリの文系です。先生みたいってさ、まあまあまあ、じゃあ上まであれだからかな、ちょっと開けるか、じゃあ、うん、ちょっと開けるか、これならいいんじゃない、社会人じゃない、ちま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 、ノアノア、お前なんかチリって感じ、チリチリ、なぜ知ってそう、あのまあ小学校の時に県庁所在地とか覚えたけど、県庁所在地とか県庁所在地とか覚えたけど、うん、県と県庁所在、県庁所在地とか覚えたけど、中ヒートテック、ヒートテックだったらいいなと思ってんだけどさ、ヒートテックじゃないんだよね、寒い寒い。リンちゃんは世界史、もうよく知ってんね。そう、俺世界史なの。世界史、黒い変なのみたい。何が変なの、下着これね、隠しとくか、そうそうそう、担任ではないかもねって、誰がお前ちょっとポットで手伝いに来た教育実習生みたいな感じだ、リュウタ。なんで開けたんって、先生みたいって言われたから、先生みたいって言われたから、あ、じゃあ開けたらちょっと雰囲気が変わるかもなと思って開けてみた感じ。ここね、こうこうして、こういうフィタギって、フィタギって言ってねえわ、スイタギって言ったんだよ、 C の方ね、どっちかというと。それだ教育実習生じゃねえわ、喜ぶな、結果閉めるんかい、ごめんな、それごめん。私古文と漢文めっちゃ苦手なんだけど、いい勉強法とか教えてほしいです。俺も苦手です、苦手でした、はい。なので多分もっといい先生がいるぜ。教育実習生は同感、どこが俺の教育実習生味があんの、ちょっと言ってみ。腹話術上手ですね、してねえ、うん、してねえのよ、あの声かくれて聞こえてくるよ、むず、何もできん。俺は古典得意だぜってお前どの口が言うてんねん、福沢の、絶対に古典得意ではない、うん、宇宙語、あなたが喋ってる言葉は。コップ持つと職員室っぽいね、何でもそうだね、うん、何でもそう、うん、何かを持つと何かってなるし、多分棒を持ったら教卓にいる人っぽいねってなる。なんか今のさ、海外の映画のリアクションみたいじゃなかった、何とかってなるだよ。糸お菓子って知ってる古典の言葉をとりあえず言うな。来月敬語受けてくる、頑張ってきます、頑張れ。青い土管だから誰が、あ、これかこれかこれか、びっくりした、これね、俺のことを土管って言ってんのかと思った、俺初めてだよ生きてて、うん、生きてて初めて、
あ、まあ確かにガタイがいいとか言われるけども、ドカンとやったことはないからさ。そうなの、びっくりしたな。眉村主張強いねって。まず眉村ではねえし、メジャーの重野五郎のライバルではねえし、主張どこの眉毛の主張が強いか、俺の主張が強いか、どっち、鼻赤くないって、うん、たまんね、鼻が痒くないって言う時あんの、お前。あ、フィルター取れた。あ、フィルター取れた。ちょっと七村で会ってねえわ、八村だよ。八村、今年は慶応受験します。慶応の字が違うよお前、それそれ慶応の字が違うのよ。それだとお前電車乗っちゃうから慶応線の慶応になってるから、合ってるよね、慶応線の慶応。今日顔違う、一緒、いつもと一緒。うん、ちなみにいつもと一緒。なんかイケメン、ありがとう、ありがとう。日吉に住んでます。今日も銀杏が綺麗。銀杏ね、綺麗ですよね。あれが落ちたら、まあ、なかなかの匂い。警報はね、綺麗ですけど、落ちたらなかなかの匂いですわ。いつもより近い、近いかも。ちょっと遠く行こうか。いた。そうだね、今の時期だとね、受験生が多いよな。頑張れよ。頑張れ。ビジュアルだーね、フィルターに頼ってるところがちょっとあるんだよね。消すとね、結構あれなんだぜ、剥がれちゃうんだぜ。でん、ほら、なんか白、白くない、なんか白いよね、これ、なんか白くない、これフィルターあった方がよくないって思うんだけど、俺はめちゃくちゃ白い。なんかさ、俺体調悪いかなってなるわ、これ。みんなさ、多分さ、俺のインスタライブさ、この色のトーンでさ、慣れてたじゃん。顔色悪いみたいになるよね。りんちゃん、座ってみて。いいぜ。よっこいせ。あ、白すぎてホワイトマーカーかと思った。間違えた、ホワイトボードだ。きしみすぎやろ、言うか。顔色悪いね、血色悪いよね。寝不足ではないんだけどさ、なんか血色悪いね、ほんとにね。そう、だからこれをつけた方がいいんじゃないかっていう。あ、ほくろは消えるんだね。こうやって近く行くとね、そうそうそう、あ、助けられてんだ。これなんかよくない、どうもでしょ、だいぶフィルターに助けられてんの。そういうも寝てますよ、寝てますよ。え、幽霊やん、誰がやねん。怖いんだから俺、あんまり得意じゃないんだから、そういう系は。うん、うん、そう。突っ張り棒ないと寂しい。じゃあちょっと入れとくか。これが俺の洗濯物を助けてるこいつが。りんちゃんのぜっていうの好き。これね、なんかね、ついちゃうんだよね、ダメだよねなんだろうね、あのね、多分ケイトのが映ったんだと思うんだけど、まあ、ケイトも別にそんな言うほど言ってなくて、でもね、多分映ったね。うん、ないですか、そういう、長くさ、一緒にいるとさ、友達の口癖が映っちゃうみたいなやつ。笑った時の目好きだから一生笑っててほしいちょっとむずい、一生笑うのは。俺多分ここ死ぬで、ここの筋肉がこう死ぬで。うん、まあちょっと一回やってみるか。これだってでもね、多分違うって言われるんだよ、作り笑いオツみたいなみんな買ってね、方言映ったな。アンパンマンやないかい、誰がだよ。
ホラーマンになったらおもろいで。ホラーマンはなんないで。うん。最近いいフィルターないかなみたいにこう探してるんですけどね、よくね。あ、もうこれも可愛いですよね。これも可愛いね。こういうなんかあるよね。もうなんかエモい。やってる？おー、ナチュラル。なんかいいね、これもこれで。これもいいね。おー、なんか肌ツヤが。お、なんかこれ自然じゃないか、結構。昭和？誰が？誰が昭和顔？ん？ああ、もう、これも、なかなか素敵ですね。ああ、なんか、でもなんか強いね、ちょっとね。久しぶりだな、これ。な、マジでさ、体格がボボボボボボボみたいじゃない？合ってるよね。見て、ハンターハンターのゴン。おお、流れてるわ俺が。もう、あ、これディットみたいじゃない？I cannot turn to lose.ね、これも可愛い。これいいかもね。でもね、こういうのって大体最初のに落ち着いちゃうんだよね。あ、なんか気色悪い。なんか不思議やね。おい、アドロすんなよお前。エアドロするけど、うん、俺のことエアドロしてくれよ言うて、うん、あるけど電車とかで友達とこうやって乗っててエアドロ、おん、エアドロするわっつったらめちゃくちゃいっぱい出てくるのあるけど、おもろい名前とか見つけてこの人おもろみたいなあるけど、うん、ごめんごめん、てなわけでしたと。はいはい。でさ、あのさ、ちょっとチラッと見えたんだけども、うちの福沢ノア君が、あの、手ちっさって、それ、ただの悪口ね。ただの、悪口。悪口です。あ、ノアの新曲聞きましたよ。パープルスカイ。めっちゃいいよね、あの動画ね。お、深夜いるやん。八村、いつだって俺は八村。いつだって大、いつだって大丈夫。おお、ちっぽけさんやん。大橋のちっぽけさん、ハニーユー、ありがとうございます。端的に言うとね、君の全部が愛おしい。カイタ君もいるしね。カイタ君は Practice of Love のこれを振り付けてくれました。 Practice of Love The Practice of… そうだよ、ノア、ノア暇だったらちょっとコラボしようぜ。でも多分ずっと見てるけどリクエストが来ないってことは多分暇じゃない、暇だけど暇じゃないみたいな。ミシミシやめん、ごめん。それに関しては俺の知らないところで知らない力が働いてんだ。インスタライバーさんだって。うん、あの嬉しいけど違うね。嬉しいけど違う。
Yes! カイタ君はリアハタ東京ですよ。I got no time to lose。 こうやってさ、ノアにさ、参加リクエストみたいなの送ったら、お、ユータさんも見てるやん。ユータさん、こんにちは。こんばんは。ユータさん、ウェーブ送ろう。みんなにもウェーブ。みんなにもウェーブ。みんなにも、人工ウェーブを送ります。やっぱり突っ張り棒ある方が安心するね。誰のインスタライブが突っ張り棒あって支えられてるってきたご飯食べながら見てたよ。あ、ご飯食べながら見てたの？うん。あ、そうなの？何食べたの？いちごと、うん。白菜？いちごと？いちごと白菜。白菜？ちょっと独特すぎるな、いちごと白菜は。いちごと、うん。白菜食べた。じゃ、白菜じゃないの多分。レタス、レタス。レタスか。全然違うんだよな、白菜とレタスと。ちなみにキャベツっていうのもあるんだけど。まあ、白菜とレタス食べたね。だけど変わっちゃってる。あの、レタス、いちごどこじゃ、白菜とレ、いちご食べた。だから違う、レタスといちごなんやね。レタスといちご食べた。そう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 。全然。細かいな。あ、違う、細かいなと思って。普通、シンプルにね。厳しい、厳しい、厳しい、厳しい。別にいいじゃん、そこ、平等で。葉っぱとかでいいじゃん。だから、白菜といちごを言うたから、白菜といちご組み合わせおかしいでしょって。ああ、どっちでも、もうさすが気にする、チリ、チリ。誰がお前、細かいチリの先生や。いたけど。いや、まあ、ね、チリに、細かい先生だよね、でも。たぶん、マジで、リントル君って。誰がお前、生徒から嫌われるタイプの先生や。マジでね、リントル君ってね、うんうん、あの、先生になったら結構俺嫌いかもしんないな。やめろ普通に傷つくやつやめろ。いやでも結構細かいっしょ。ん？ん？結構細かいっしょ。いやいやいや、すごいあれだぜ。丁寧に教えるぜ、いろいろ。本当に？うん。優しい。うん、優しいでしょ、ほら。優しいな。まあまあもちろんね、宿題やってなかったら、ちゃんと怒ったりしますけど。本当に？うん。何のピ？何のピ？ちょっと待って。何のピ？うん、待つけど。ちょっとアディショナルタイム入らせて。サッカーで言う。一回。何のピ？ないんだよ。一回キープ。次アディショナルタイム。うん？一回アディショナルタイム。だ、サッカーみたいに言うな、サッカーじゃない。くら。おいで。アディショナルタイムの画面暗っ。何のピーなん？いろいろありますよ。家でピーってなるのは電子レンジだったり。電子レンジだと思うんだけど、俺は。エアコンだったり。いろいろありますから。ピー。このノアの謎のピーをめぐって。暗すぎるでしょ、ちょっと。オッケーっす、オッケーっす。あ、オッケーっす、オッケーっす。よかった、よかった。アディショナルタイム終わった？終わった、終わった。試合終了やないか、お前、そしたら。アディショナルタイムの意味知ってた感じ？知ってるだろ、お前。なるほど、だからか。俺は俺サッカーやってたんだから。あ、そっか。サッカーみたいに言うな、お前、リアクション。そっか。なかなかやるやん、ツッコミ。やめろ。上から来んな、ツッコミに対して。元気だね、今日も。じゃあ、元気で。そう、そうね。元気。相変わらず。いいじゃん。みんなの元気にやらせてもらってる。ノア、元気？元気っすね。おー、いいね。まあ、八村に負けられないなっていう。うん、なんでいきなり名字呼びなの、お前。一回一手見してかないですか。は？
一回手見せてくんないっすか。ああ、全然手見せるけど。誰がお前、俺の方が大きい。何がお前、あ、相変わらずちっちゃいな、俺の方がでかいの、エミだ。でも身長高いのにね、なんで本当に小さくなっちゃったんだろう。あの、本当にわかんない。耳もだもんね。そうだね。耳もちっちゃいね。確かにね。あの、マスクがかかんないのよ。うん、右。耳ね、なんで？大丈夫？ね。やっぱ声とかあんま聞こえないんだ。じゃあ人の。聞こえるよ。あ、聞こえる？聞こえる聞こえる。その大小多分関係ないよ。うん。ありがたいことにね、ついてんな。でも似合ってるよ。結構、そのサイズ。顔の、うん、顔のサイズにその耳は合ってる。あ、だからちっちゃいやつですか。お前、褒め上手。言ってない、言ってない、言ってない。え？言ってない、言ってない。その、誰も言ってない。言ってた、今。言ってた。その顔のサイズに、その、小さい、だから小さい顔のサイズに小さい耳が合ってるよって言ってた。じゃあ、じゃあ、大きい顔のサイズに、そのちょっと付け加える小ささ耳のいい感じ。お前、まあまあまあ、誰が顔が大きすぎてインスタライブの画面に貼ってもらう。言ってない、言ってない。え？誰がお前インスタライブの画角を顔のデカさで圧迫してるだよ。合ってる合ってるけど。まあ合ってる。突っ込め。同じグループのメンバーとして突っ込め。仲間が顔でかいの方向性ってんだから。え、でもマジでこれ思うんすけど、うん、生で会ったらめっちゃ小さいっすよ。やめろお前それ。皆さん、一回生で見てみてください。落としてあげんな。落としてちょっとだってあのメンバーとして褒めた方がいいってさっき言ったんで、うん、違う違う違う、その流れで言ったらあの本当は違うけどあの聞けないとかわいそうだからみたいになるからあのやめて、危機感感じで褒めさせてもらいました。いらんとこでこれこれはあグループ仲が悪く見られるの危機感いらんねんいらんねん、全然気づかないところに。かわいいっすね、皆さんも。皆さんも何を見て、何を見てコメントしてて、コメントってやっぱ小さいじゃないですか。うんうんうん。あの、文字も。そうだな。僕らの画面って結構でかいじゃないですか。大変だ、うん。だからなんか、まるでアリを見てるような景色で、かわいいなって思いますね。それ褒めてんの？あ、そうっすね。はい。結構、アリって集団で言うとかわいいって思うじゃないですか。うん、それとなんかそっくりだなっていう。あ、そうな、かわいいって思う人なんだね、あれよね。はい、いいいいいい。え、思わないですか。いやいやいや、俺はでも全然アリさんがいっぱいいるなって思うぜ。ただそのかわいいかわいいなってはあんま思わないかも。頑張ってるなって思う。あ、やっぱりあれなんですね、知性的なんですね、そういう子の感性は。なんで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 知性的って。やっぱアリの集団を見て頑張ってるなって思う差と、僕はアリの集団を見て可愛いって思うその差、やっぱ知性的だなって思いますね、うん、すごく。知性的ではなくね、別に。そのの感性の違いの人に。てか、の虫苦手じゃなかったっけ。虫苦手。あれは大丈夫なの？虫は、いや違う違う、見る分にはもう全然ありだよ。多分虫苦手な人もいるかもしれないんですけど、あの見る分には全然 OK な人が多分あるあるだと思います。まああるあるってお前ありあり言ってない、言ってない。さすがにそこまでの回転は凛太郎くん以上に及ばないですね。褒めてる、褒めてるよね、褒めてる褒めてるよね。よかったよかった。やっぱメンバーに褒められると嬉しいですね、やっぱね。
うざいうざい、その感じ。ちょっとウキウキにならんといて。俺、まあ、ご飯食べたっつったっけ、いちごとレタス？うん。いちご、まあ、まだレタスはあるわ。よくよく考えたら、いちごとレタスっていう組み合わせがマジで謎すぎて。あの、さっき飯食って、デザートの場所に、レタスといちごが置いてあったから、うん、あ、それ食べなきゃいけないんだなって思って。あ、あったら、これは今日俺が食べなきゃいけないんだっていう。そうそうそう。とかとか。まあ、植物に感謝ってことですよね。そうですね、いちごもまあ、そっか、そうだな。うん。あんま見ない話だったから聞かないし。そうっすよね。俺はまだちょっと夜ご飯食べてないんだけど。何食べるの？こう、カップ麺を買ったんだけど、どうしようかなと思って。カップラーメンはね、やめたほうがいいっすよ。やめたほうがいいっすか？はい。でもお兄さんよく食べません？なんか。僕は食べます。深夜に飲んだ俺が食べますいいじゃん、俺だって食べてってさ、やっぱ若さっていうさ、18と23よしよしやったあのさ、いや違う違う、俺はいいよ、俺はいいんだけど、あれ多分見てる人全員お前カチーンきた、多分今見てる人はお前俺と同い年。間違えました。あの、りんたろーくんの、その年ってことですよ。皆さん。そう。もう23歳だけですけど、僕は。23歳の人多分いっぱいいるよ、世の中に。それ、はいはい、全員的に回しましたよ、ノアさんは。違いますよ。あの、りんたろーくんだからってことです。なんで俺だけなの？やっぱり、常に2、3年間一緒にいて、うん。あの、食べるときと食べないときの顔のむくみのがやっぱ変わるなって思って。誰か深夜にカップラーメン食べたら人一倍むくむだ、お前。でもやっぱそういうのってあるじゃないですか、皆さん。ほらお前やばいよ、ほらコメント欄が。23歳激怒。いや、やばくないっすよ。お前28やぞ。で、お前もうめちゃくちゃ怒りマーク 5連発よ。怒りマーク5連発な。そんな来てる？打たれることないからね。はい。大炎上。いやでも本当にあのやっぱ人によると思いますよ。僕はりんたろーくんのために言ってあげてるだけです、これを。あ、俺のためはな、ね、まあその年とかでは関係なく、まあ夜遅い時間にカップラーメンを食べるのは良くないんじゃないっていうことだよね。そうです。まあそれは最初からそういう。いや違います。うん？あの顔のむくみ度ですね。いいじゃん、たまにはさ、むくんだってさ。でも明日撮影あるじゃないですか。やだったっけ。あの、はい、一応あるんですよ、撮影が。それは確かに良くないな。ということで僕が言ってます、やっぱ愛ってやつ、メンバーとしての愛。そうだね。そう。別に本当に何もなかったら、あ、全然いいんじゃないって感じで言いますよ、僕も。うん。いや、そういうことです。本当にその通りだね。最年少にこれを言われてる時点でありえないですよね。そう、そうかもしれないですね。ちょっと言い過ぎたよ。ごめん。言い過ぎちゃった。傷ついてた。ごめんな。いや。まず、あ、続いてたごめんだけど、まあ言って大丈夫です。ガチなことだから。はい、心配してくれてるから、あの全然その明日撮影があるよ。全然いいんですけど。はい。いや、本当すみませんでした。あ、本当に。大丈夫。うんうん。このインスタライブ終わった後泣かない？泣く、誰が泣くか。こんなに打たれ弱くないわ。枕が濡れてるぐらいだよ。泣いてるやないかい。めっちゃ泣いてるやないかい。枕を濡らすことなんてあるだろ、みんな。ねえ、みんなね。涙で濡らしたことあるのかな。涙。ちょ。嬉しいんだけどさ。嬉しいんだけど、ちょっとあの、愛を持っていじらせてほしいのはさ。コメントでね。
ワットインをしてますって。うん。わ、ワットイン？ワットインって。え、なになに？どういうこと？どういうこと？ワットインって言ってる？ワットインって言ってんだ。ワットイン。ワットイン。これでも、ちょっと話がだいぶ変わるけど、俺らのグループ名、確かにさ、初見だと読むの難しいかもしれないよな。確かに確かに。やっぱり。結構いろんな。世代的にレベルが違うかなっていう。ね、結構いろんな人に言われるからね。ウェイティングとかね。ウォッチングとかね。だって普通に読んだら違うもんね。そうだね。ワットウィングだからね。うん。全然ワットウィングでいいんだけどね。ワット、ワット。いいんだ。いや、まあ、しょうがないじゃん、だって。ワット、確かに確かに確かに。ワットウィングや。ワットウィン。ワットウィン。みんな、すごい。みんな間違えてきた。リュータウィンとか、ワットウィンとか、フワットウィンとかいるよ。え、誰が、ワットウィンがいじられキャラじゃん。言うてない、言うてない、言うてない、言うてない。いじられてないし。あ。リュータだ。ヤッホー。なんで笑った？なんで笑った？ヤッホーか。発声ヤッホーか。すごいな。ね、ベッドインって言ってる人いるわ。なんでベッドインって。ベッドに。じゃ。真夜中にだけ活動するグループみたいになってるやん。なあ。確かに。え、いや、うまい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 。の、うまくなるうまくなるうまくなる。うまくなる。あっ。俺はワットウィン。そのさ、あの、リュータの声で見る感じやめて、俺らの様子を。ね。いや、なるほどなと思って、勉強になるわと思って、そう。やめろよ、そのスタンス。なるほどね。そういうこと、メモメモ。これメモメモじゃない。メモメモ。ふむふむって感じ。いやいや。その、なんか、知性的なの気取ってんの、なんかあれやな。いや、まあ確かに、りんたろーに次ぐ知性的なメンバーではあるけど。どうなんですか、ノアさん。そうなんですか。まあそうっすね。まあ、りんたろーよりはレベルは低い知性的なキャラって感じっすね。まあ、まあ、僕はあんまそこに関しては何も言えないですけど。一番うざいなあ。あんまそこに関してはね、言えないんですけど。はい。いや、実際ガチだから、これは知らない。ギャグじゃないから何言った。これ実際しゃない。あのさ、あのヤンキー2人に生徒指導しとるってコメント来て。この通りすぎてちょっとびっくりした。今。あのお前なのに髪染める。確かに。でもこれで見たらお兄ちゃんなのか、八村凛太郎は。なんでいきなりフルネームなんだよ。八村凛太郎か。合ってるけどさ。だって、え、すごいね。でもほら、ワトウィンの年下メンバーだぜ。あ、ノアそうだっけ、リンタロウ。あれ顔、顔。顔色、やばい。ちょちょ、そうじゃん、だって。いや、だってこと、年下メンバーっていうのは普通に6人グループで、割って三三って分かれた時にってこと？そう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 。それはそうです。それはそう。それはそうだ。ほら、そうじゃん。だから、ほら。そうそうだけど。その差がね。ほら。18歳からの。ヤングマン。ヤングマン。え、逆にそれ言ってて恥ずかしくない？ひど。恥ずかしい。混ざるんで。ん？これで大丈夫そう？じゃ誰がお前頑張って若作り感出してるやん。いや、言ってない言ってない。全然23歳だけど。ちょっと二重作るのやめて。二重ライン作ってたのやめて。頑張って、いや、作ろうとしてた。で、流れでできちゃった。流れで。あ、流れで、ね、あ、わずとかと思っちゃった。流れでね。できちゃっただけ。なるほどね。うん。びっくりしちゃった。いや、今ちょっとワトウィンね、髪の毛の、あの、なんていうの？髪の毛みんな結構やんちゃじゃないですか。
多分あの割とこう 黒髪でこうなんていうんだ、まあ言ったらこう一般的な髪をしてるのは俺だからね、こういう画角になると本当に生徒指導してる、ね、確かに教育実習生なんだね。うん、教育実習生ではないんだけど、まあまあそう見られてもおかしくないな、年齢的にもな。うん、うん、確かに。まあ否定はしないって感じや。うざいよそれ。その同じグループ見えない、同じグループに見えないって。ちょっと同じグループなんだ。ダメじゃん。そんなダメじゃん。同じグループなんだ。嘘やめて。え？そのこのちょっと顎上げる感じやめて。じゃ、よくない別に顎を上げてほら。ちょっと上からな感じ。うざいな。反抗期だな。だいぶ。髪の毛、言葉遣いでより、まあ、18歳だからね。18歳はもう18歳のリンダー君、そろそろ大人になってもいいんじゃない？ 18 歳は。まだだよね、のはもうね。ど、18歳のリンダー君どうだったの？マジバチバチに髪の毛染めてた。でしょ白だったでしょ、白じゃないわ。白だったね。白だったね。なんな人のこと言えなくない、どう流暢な感じだった。人のこと言えなくないって、どういう気持ち？いや、本当にそうだなって気持ち。考えたらわかるよね。はい。普通に。うん。やっぱ言っちゃいけないことと言っていいことだよ。なんか、ね。じゃあ普通に、自分が18になってた時のことを思い出して普通にそういうこと言ってほしいな、はい、そうだね。なんか今だから言えることとかはさ別にさ嬉しいんだけどさ、なんか普通になんか下から見てくる感じ痛いな、いい年こいて。うん、だからその言われたでしょ、あの人の気持ちを考えてやっぱ言動をしなさいって。はい、言われました。多分そういうことだと思うよ。うん、そこの魚はい大丈夫、はい大丈夫あ、ほんとすいませんでした。別にあのそんな悪いこと言ってないから、普通に注意っていうか意を払えっていう意味、普通に気をつけてこ、気をつけてこ、大丈夫、そんな別に泣くことじゃないから、大丈夫大丈夫、本当に気にすることない。これ大丈夫これ。いや大丈夫でしょ、これ大丈夫これてる誰が泣くか誰が泣くか、びっくりした、本当に受け止めてると思っちゃった。危ない危ない。お前もうコメント欄にブイブイ言われて終わり方見えてなさすぎてたって、お前その通りすぎるわ。本当にあのコメントにオチがって言われた時もう泣きそう、それで泣きそうになった。それで間違いないなって思いながら。そっちか、言われてじゃなくてもそのオチのことを考えて泣いてたんだ。うん、どれをし考えてすごいね、俺らてっきり言い過ぎてたと思った、ね、もっと言っていいんだあれ。あーなるほどね、うん、なるほどねってね、お前さっきから。なんかいるよ、こういうやつがこう、すげえ言ってくる隣にこうやってついて、こうやって聞いてる。こう、なんか存在だけこうなんか出して、最後に。なるほどね。誰がそのやつ、そういうキャラだから、ほんとに。タコキャラみたいな。一番嫌。
一応俺についてくるやつだからさ。あ、射程内。そう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 。そうだよ、ね。結構。だちょっと可愛いな。俺からしたら、まあ。出るよっていう。うん。だからノア側にもいけるし、リンタロウ側にもいけるよっていう女優さを見せていくって。なるほど、なるほど。まあ、いいっすよ。通所の時ボード持つの OK って来たんですけど、ダメですね。その、なんの、落ち方。じゃあ、メガネないのに、これやめて。この、これ。やった。なんもないやん。やってた、今。なんもないのに、これしてるよ。これは、優等生ぶりが出ちゃってるな。うざい、その髪分け。ああ。痛いな。なんか、コスプレしてる人って。誰がコスプレ。あんま、手作りしてるだよ。え、それは本物のメガネなの？本物のメガネだろ。偽物のメガネってなんだよ、逆に。違う。あの、ラガンか、うん。サングラスじゃない。ラガンか、ああ。ラガンか。これね、レンズは入ってない。ちなみに。あ、入ってない。うん。入ってない。目は悪くないよ。偽物やないかい。あ、え？なんて何も言ってない。何も言ってない。偽物やないかい。そんな風が来ないで。お願い、もう一回やってほしい。やめて、やめて。痛い。ねえ、そろそろ充電器。これやめて、これ。これ、紙の。そろそろ充電器切れる？充電器切れてどうすんだよ、お前。大事だよ、充電器が切れたら。充電が切れそう。まだ、3回はいい。あの、助けられてる側ね、あの、喋って、こう、なんか天然でボケてるのをこう突っ込んで、喋って、助けられてる側。じゃあ、助けられてる側のはすごい伝わる。あの、すごい伝わるんだけど、3回もいらないわ。で、感謝、そこはマジで感謝。お前やめろ、お前3回はいらないって突っ込めないから、それ。あ、そっか。お前2回言う。あ、俺も言いすぎて。お前2回だよ。いや、でも、2回だからね、3回だからだった。うん。1つ多いね。マジで何そうさ、たまに入ってきてさ、一つ。その、一つ多いね。この手のまま一つ多いね、じゃないんだよ。だろう。優しいからな。髪の黒いくせにクールぶり上がって。な、あの、12時も回ったんで、ちょっと、電波も悪くなってきたらしいんで。あ、ここら辺そう。皆さん、すいません。お付き合いいただいてありがとうございます。あのあれですね、あさって埼玉で僕たちワタイン埼玉のレイクタウン越谷レイクタウンっていうところであのフリーライブをやるんで皆さんぜひ来てください。来てください。はい、楽しみだよね。はい、めちゃくちゃ楽しみ。どれぐらい人が来るのかっていうのがね。いや、来ていただけるだけね、来ていただいたらですね、うん、待ってますんで、皆さん。まあ、りんたろーがね、結構皆さん、わかると思うんで見てください。まあ、またやろ。あと、あなたがマジで。すごい、お願いしますということなんで、コメント一回お送りします。みんなコメントしてくれてありがとう。ありがとうありがとうございます。そのあリンタロだけテストが違う感じね。
なんてつくめないんだっけそれ。うさいなそのいやだ面白いわ。初めて笑ったりんたろうのやめろボケとかついなし。嬉しいけど初めてくれたなら。はい、じゃあ、みんな早く寝て。はい、僕も寝るんで。僕も寝ます。はい、寝ない。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おい。うー。